今回の天使はエンゼルフォールのようにサーシャの体に宿ったんじゃなく完全に露出してる。でもサーシャを使ってミーシャを呼び出したのなら二人は繋がってるかも。だったら補足説明しますと、火を象徴する天使はミカエルですが、今戦場を待っている天使はガブリエル、つまり水を意味していて。違う、ここも違う。クソ、ミーシャの方に変化はないな。この方法じゃダメなのか。第二の質問ですが、あなたはワシリーサと同じ魂を持つものですか？ワシリーサ。第三の回答ですが、あの儀式だけで天使ほどの存在を制御できるとは思えません。ただ補足説明しますと、見たことない霊槽が一つだけありました。霊槽？具体的には杖です。杖の先端に手のひらに収まるサイズの円筒形の霊槽が。あの時のインデックスの遠隔制御霊槽、まさかあれを応用してミーシャ・クロイツェフを制御してるっていうのか？